俺は突っ込んだろ。俺の前で憎悪を抱く者は何人をも傷つける術を失う。俺はエスタロッサ、慈愛の戒言を与えられし者。慈愛だ、ふざけんな。団地を殺したてめえが何をふざけやがる。俺たちは剣を握ることも拳を握ることも奴に向かって歩くことすら叶わぬというのか。かわいそうに、その苦しみから救ってやろう。なぜ戒言が効いてねえ。当然のことです。自分より弱い者に憎しみを抱くはずがないでしょう。抱くのは哀れみ、傲慢だな。それがこの私、傲慢の罪、ライオン神のエスカノール。